ハチは、カサゴモクハチ科に属する、海水魚である。一種で、ヒトエ型のハチ属エイピスタスを構成する。背びれの棘に毒があり、刺されると、昆虫のハチに刺された時のように痛むためこの名がある。インド洋、太平洋の熱帯、亜熱帯域に広く分布し、日本でも、南日本で見られる。最大でも、全長20センチメートル程度と比較的小型の種で、ある。 片面が鮮やかな黄色の大きな胸びれを持つ。この胸びれは敵を威嚇したり、獲物を追い込んだりするのに用いられる。漁業の主対象となることは、あまりないが、エビ漁における根核などで漁獲されることはあり、食用にもなる。川原経画によって1823から1829年頃に、描かれた本種の図版カサゴモクハチカの八属、エイピスタスに属する唯一の種である。 なお、チ蜜をふさかさゴ蜂に含めてチア赤とする分類もある。1801年にマルクス・エリエゼルブロフホとヨハン・ゴットロープ・テアイノス・シュナイダーが表した110の画像付け分類魚類学の中で初記載された。タイプ標本はインドのトランケバールから得られたものである。初記載時の学名はスコーピナ・コリノタで現在のふさかさゴ族に分類されていた。 その五族の移動や新設を経て、現在有効な学名は、エイピスタスコリノタスである。本種は他にも複数回独立に再記載されており、それらの記載に由来する現在では、無効なシノニムも存在する。俗名のエイピスタスはギリシャ語で、不思議なという意味の形容詞アピーストースに由来するもので、種小名のコリノタスは、ラテン語で、流気のあるという意味である。 標準和名の蜂は背びれの棘に人が刺されると昆虫の蜂に刺された時のような痛みを感じることに由来する。また別名として長く伸びた胸びれに注目したヒレカサゴがある。地方名として他に風鼻、枯れすすき、白星、白ぼれ、白小セトビウオ、ひひらぎ、保護などがある。それぞれのヒレを広げた状態比較的小型の種で、 最大でも全長2 0トル程度にしかならず、よく見られるのは全長1 0トルほどの個体である。体型は長卵形である。目、各域はくぼんでいて、隆起線と細い縦の溝がある。両角の葉は縦毛状葉である。下顎には側面部に1体、縫合部に1本で計3本の髭がある。背びれは14から15と下状。 8から10何状から、尻びれは3棘状、7から8何状からなる。胸びれは非常に大きくて長く、尻びれの規定終点を超える。胸びれの下部には1本の有利何状が存在し、これも著しく長く伸びる。体には小さな苦臭ろこが存在する。体の背側の体色は開白色で、腹面は白い。背側のゲ状部には、 目の直径の2番より大きい黒色反転がある。腹気の外側は黒色で、内側は黄色である。インド太平洋の熱帯、亜熱帯域に広く生息する。インド洋における生息域は南アフリカのナタールから北へ、黄海やペルシャ湾、そして東へインドまで広がっている。太平洋では東南アジアやフィリピン、中国、日本、オーストラリアなどで見られる。 日本においては、茨城県以南の太平洋岸、新潟県以南の日本海、東、品海沿岸、瀬戸内海、薬島、琉球列島、小笠原諸島などで見られる。水深100メートル以前、特に水深30メートル前後の沿岸の砂泥海底に生息する。低制魚で胸びれを広げて海底を泳ぐ。夜行性で昼は砂の中に体を埋めて、 目だけを出している。驚くと胸びれを大きく広げて、砂から飛び出し、胸びれ内側の明るい黄色の部分を見せて捕食者を威嚇する。背びれのトゲは有毒である。小動物を食べる肉食魚である。大きな胸びれを捕食の際に獲物を追い詰めるのに用いることがある。ヒゲを用いて砂の中の餌を探す行動も見られる。卵と死魚は浮遊性だが、 標準体長1 0ト、mm、ルほどの稚魚から定性生活に移行する。漁業における重要性はあまり高くないものの、トロール漁や刺し網、底引き網で漁獲されることがあり、トロール網を用いたエビ漁でも混獲されることがある。漁獲のある地域では食用に供され、日本でもネギ製品の原料となることがある。ただし背びれに毒を持ち、刺されると痛みが激しいため、取り扱いには、 注意を要する。ありがとうございます。